北朝鮮が核実験と弾道ミサイル発射の中止を表明したことを受けて、安倍総理大臣は今の段階で制裁を解除する考えはないと圧力維持の方針を強調しました。まだまだ十分に注意深く彼らが実際に核を含む大量破壊あるいは弾道ミサイルの配置に向けて本当に動いていくのかどうか慎重に見極めなければなりません。まだまだ今段階で制裁を解除するということは全く念頭にはないわけでございました。さらに安倍総理は拉致被害者の救出を求める国民集会で挨拶し、北朝鮮が実際にどのように受け止め行動していくかが問題であるとした上で、日本が主体的に取り組んでいかなければならないと強調しました。